第十二代の藩主。官位は、十五位下、内前聖。茂正流板倉家、第十五代。明治期の裁判官、政治家、死者区。貴族院議員。板倉勝貞の長男。署名は、渋川京之助。戦災は、松原氏。五歳は、宇都藩、細川孝薫の娘、稲子。明治元年十二月十八日、仙台藩主。 板倉勝美の隠居処分に伴い、家督を相続した。明治2年1月24日、和佐国山部軍内、道の区国,国忍部軍内の領地を、道の区国,国大沼軍内に移された。それに伴い、飛び地のある三河国に陣屋を移し、三河重原藩2万8千国を立藩した。同年6月、藩籍奉還で、藩知事となる。明治4年の廃藩地検で面官された。 明治17年7月には家族令により支釈となる。明治2年10月に司法大会部、明治6年6月に群馬裁判所、同年12月に高崎区裁判所に配属となり、明治14年6月に判事に就任した。明治17年に福島県庁を福島町から中通り中部へ移転させるという動きが起きた際には、 その反対運動の戦闘役である初代、福島町長の鈴木三郎兵を支援し、福島県庁移転を阻止に尽力した。また、明治10年9月に、家族会館家族部長局第1部長、同年12月に、区内省御用係、明治15年1月に、農省務省御用係となった。1884年7月8日、死者を除釈した。 明治23年7月、貴族院死者議員に選出され、明治44年7月まで在任した。先々、大藩主、勝剣の三男の勝秀を養子にしたが、明治44年に先立たれたため、家督は、実施で長男の勝則が継いだ。ありがとうございます。